生きておいでだったとは。計りごとよ。お前こそあの世死んだと思うてお。巫女様のお力にて。それよ。わしはあの巫女の力、流因を手中にしようと。ですが。分かっておる。第一の掟により、父が命じる。今より、あの巫女はお前の主ではない。巫女様を。そうじゃ、狼よ。父の言葉に従い。御意。父の言葉に従い、巫女を捨てる。それで。はい。掟は絶対。主よ。巫女を捨てまする。それでこそ、わしのせがれよ。これで、我が波動も、これはこれは、物騒なお客人じゃ。だが、道元殿のご息女と争うては、今は亡きあのお方に、申し訳が。立て！ほう。なかなかどうして。狼よ、そなたに任す。見事、打ち破ってみせよ。御意。私はかつて修羅を見ました。あなたの中に同じものがいる。それを切らねばなりません。マイル、セキロよ。お主、愛想はまるでないな。不思議と憎めぬやつじゃった。
さあ修羅に落ちる前に切ってやろう。再び修羅を切ってやろうとはな。Yeah.
待たせたの。だがこちらの守備も上々じゃ。しかし老いたりとはいえ、あの一心に勝るとは。さすがはわしのせがれじゃの。これで全て我が手の中よ。アシナもナイフ殿もこの国ごと食らうてくれるわ。我武士有功じゃよ。兵士、民草合わせて死者数千、生き残りはほとんどなし。アシナは戦国最も悲惨な殺戮の舞台となり、その地には後々まで鬼が潜んだという。